今日はスズキの V-STROM800DE に試乗しています。このモデルはスズキが新開発した並列2気筒エンジン、直列2気筒エンジンを搭載しているということで、注目しているという方も多いのではないでしょうか。またこのエンジンは270度クランクを搭載しており、その点においてはスズキの全く新しいアプローチということも言えるかもしれません。ということでエンジンに注目が集まりがちなモデルであることは間違いないのですが、ここまで乗ってきた私の感想としては、この車体と足回りもなかなかのものだなという気がしています。今日の試乗コースですが、いつも通りこれから峠道を走ってこのモデルの基本的な乗り味を確認し、そしてもし走れるところがあればフラットダートなどを走り、そして最後に高速道路を走ってこのモデルのライディングポジションや高速巡航性能、高速走行時のエンジンのフィーリング、そして装備品、さらにはこのモデルの良いと思ったところ、ちょっと気になったところなどをコメントしていきたいと思います。ということで前編後編を通して見ていただくことで、このモデルについて概ね理解していただけるのではないかと思うので、ぜひご覧いただければと思います。それでは今回試乗したスズキ V-STROM800DE の外観、スペック、装備などをざっと確認していきましょう。車体サイズは全長が 2345mm、全幅が 975mm、全高 1310mm、ホイールベースは 1570mm、最低地上高は 220mm、シート高は 855mm、装備重量は 230kg となっています。またタイヤサイズはフロントが9090の21インチ、リアが15070の17インチとなっています。キャスターは28度、トレール量は114ミリです。エンジンはスズキが新開発したパラレルツインで、形式は水冷4ストローク4バルブ DOHC、 ボアストロークは 84mm×70mm で、総排気量は 775cc、 圧縮比は 12.8 で、最高出力は82馬力8500回転、最大トルクは 76Nm 6800回転となっています。クランクの位相は270度で、そのクランク軸に対して等距離かつ90度に配置された2つのバランサーを持ち、一般的に振動面では不利とされている270度クランクの弱点を払拭することに成功しています。エンジンを繊細にコントロールすることができる電子制御スロットルと組み合わされており、エンジンのキャラクターを3通りに変更することができるスズキドライブモードセレクターや、グラベルモードを持つスズキトラクションコントロールシステム、2モードの ABS、アップダウン両対応のクイックシフター、スズキ EG スタートシステム、ロー RPM アシストを装備しています。排気系のレイアウト、サイレンサーの外観はご覧の通りとなっています。メインフレームはスチール製で、トレリス構造のシートレールはそのメインフレームにボルトオンされています。またエンジン自体が車体の強度メンバーとして機能しているダイヤモンドタイプのフレームとなっています。フロントサスペンションは倒立タイプのテレスコピックフロントフォーク、伸び側厚側のダンパー調節が可能です。リアはリンク式のモノショックとロングスイングアームの組み合わせで、こちらは伸び側のダンパーと工具なしでスプリングのプリロードをアジャストすることができるようになっています。フロントブレーキは日清製片押しタイプの2ポットキャリパーを持つセミフローティングタイプのダブルディスクブレーキ、
リアも同じく日清製の片押しタイプ、ワンポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキとなっています。ハンドル周りのデザインはご覧の通りです。充実した電子制御、電子装備を操作確認するため、メーターパネルには TFT のカラー液晶を採用しています。またメーターパネルの左側にはスマートフォンなどの電源を取るための USB ソケットを備えています。多機能なモデルであってもスイッチボックスはシンプルで操作性は良好です。レバーの角度調節の機能はブレーキ側のみで、クラッチ側は省略されています。オフロードのスタンディング走行を想定してか、ウィンドスクリーンは小ぶりです。工具を使って3段階に高さ調節が可能で、その内側にはアクセサリーをクランプするためのバーが設けられています。パニアケースの装着を想定して、ヘルメットホルダーはこの位置にあります。保護性能に優れるナックルガードや樹脂製のエンジンアンダーカバーは標準装備となっています。また左右のステップには取り外し可能なラバーが装着されています。シート形状はご覧の通りで、着座面の広さ、ウレタンの厚みも十分だと感じました。シート下にスペースはあまり残されていませんが、 ETC 車載機ぐらいは楽に搭載できそうです。燃料タンクの容量は20リットルで、外観はご覧の通り、スタンディング走行がやりやすい形状になっているほか、タンク両サイドのパネルと合わせて膝周りのフィット感は優秀です。フロントマスクのデザインは近年のスズキ車との統一感を持たせたもので、灯火器類はすべて LED 化されています。それではいつもの峠道を走ってみます。私もこのエンジンに触れて初めて試乗しているわけですけれども、何か他の270度クランクを持つ並列2気筒エンジンと違うな、何だろうな何だろうなと考えていたんですが、実はですね、このエンジンはこう開けていった時のそのエンジンの振動というのは本当に少ない。ところがこうどこどこ開けるとこうどこどこ感というか、こう豊かなね、こう鼓動感というか、それを感じる。これはね、もしかしたらこのエンジンはそのエンジンの振動は抑えてるんですけれども、そのトルク変動、ライダーに伝わってくるトルク変動がこうなんていうか、極めてこう澄み渡っているというか、ノイズがないというか、そういう感じに仕上がっているエンジンなのではないかと思い始めています。でここから本格的な上り坂が始まるんですが、この4速、今4速ですけど、この4速のままちょっと開けていきます。はい、こうしっかり握りプしてると分かるんですが、エンジン周りから伝わってくる振動はね、明らかに少ない。ところがこうスロットル開けると、まあ、当然ライダーのその着座面ですね、こうシートにお尻がぐっと強く押さえつけられると思うんですが、そのシートを中心にしてこの後輪に伝わってくるその豊かなトルク変動、いかにも270度クランクらしい波打つような、そんな感じのこう角が取れたまろやかなトルク変動がライダーに伝わってくるという感じで、このエンジンに関してはスズキのウェブサイトとか資料を見ていただくと分かると思いますが、スズキクロスバランサーという新しいバランサーが採用されています。これはクランク軸に対してちょうど90度の角度になるように2つのバランサーシャフトをアレンジ搭載していて、その2つのバランサーシャフトがこの2気筒の振動を効果的にキャンセルするという、そういった仕組みになっています。ですのでこうトルク変動だけがこう澄み渡ってライダーに伝わってくるんだけど、エンジンの振動は極めて少ないという、ちょっとねここまでこうエンジンの振動少ないのに、こう後輪あたりから主に伝わってくるんですけども、このどこどこ感というかね、豊かなこうパルス感といいますか、それが伝わってくるというのは他ではあまり味わったことないようなフィーリングだなと私は思っています。でもう一つこのエンジンというか、このエンジンのね味付けの特徴というんでしょうかね、今スズキドライブモードセレクター、いわゆるパワーモードは A モード、一番元気のいい A モードで走っているんですが、まあ、スズキ車としてはどうなんですかね、ここまで変えるというのはちょっと私珍しい気がしているんですが、今ちょっと変更してみます。一段おとなしい B モード、はい、ちょっとね音からはねなかなか伝わりづらいと思うんですが、結構おとなしくなったというか、スロットルレスポンスに対してこう穏やかになったなという感じ。そして C モード、一番おとなしい、こうすると
まあ、先ほどの A モードとはかなり違うといった印象になっていて、このスズキドライブモードセレクターパワーモードの味付けもあえてこうしているのか、スズキ車としては比較的変化率の大きい設定になっていると私は感じます。で、まあ、ここは峠道なんでせっかくですから一番元気のいい A モードで走ってみたいと思います。で、先ほど言ったそのエンジンの振動は少ないんだけどうんぬんというキャラクターがあるので、こう開けていってもものすごく走りがスムーズ、その一方でエンジンの振動ではなくそのトルク感といいますかね、そのトルクの変動がこうタイヤをこうグッグッと地面に食いつかせる作用があるので、タイヤのグリップ感高くて安心感高いし、こうどこどこ感というんでしょうかね、まあ、そのエンジンのテイストも強めなんだけど振動は少ないという、なんとも不思議な走行感覚に満ち溢れていると思います。で、270度クランクというとですね、まあ、振動面では、まあ、例えば180度クランクを持つパラツインなどと比べると不利なところがあると言われていて、それゆえ各社ですね270度クランクを採用している並列2気筒エンジンではバランサーに工夫を凝らしている例が多いんですが、まあ、その中でもこのエンジンのバランサーというのは確かスズキは特許か取っていたと思いますけれども、まあ、それだけのことはあって相当効果的なんだなという気がしています。はい、それではねちょっとエンジンを少し回してみたいと思います。はい、今3速です。こう開けてもタイヤが本当にこうグリップ感が強く路面を捉えているという感じなので全く怖くない。まあ、もちろんタイヤも進化していることとは思いますが、ここまでこうグッとね路面に食い込んでいる感じというのはなかなか感じられないものではないかと思います。そして今エンジンの回転数は4500回転あたり、これぐらいの回転数になってくるとそのエンジンのね負荷とかそういった状況にもよりけりですけれども、振動というのはかなり少なくなってこうシュワーッと吹き上がる、なんとなく味わい的には180度クランクを持つ並列2気筒エンジンに近い感じになっているなという印象で、こうワイドオープンするとこうドロドロドロという270度クランクらしいところが顔を出すという感じで、まあ、これまた表情豊かなエンジンでもあるなと思います。電子制御スロットルの場合こうスロットルに遊びがほとんどないことが多いんですが、まあ、それであってもこうスロットルのこう開くか開かないかのその理解領域、そこがね本当によくできている。まあ、これであれば確かに電子制御スロットルの場合はスロットル自体にその物理的な遊びはいらないなと思わせてくれます。ぐっと開けていた時もパワーはねものすごくがあるんですよね。パワーとともに伸び感もあるし、私はこの後方車を借りて鈴木さんから自宅まで帰ってきたんですけれども、この A モードで走り始めた時に街中だったんですが、ちょっとスロットル開けるとぐーんと伸び始めるんでおっとっとという感じになってしまいました。まあ、それぐらいねこの A モードは元気がいいんですけれども、慣れるとその先ほどの電子制御スロットルなのかな、まあその味付けがとてもこうよくできているので全く運転に不安がないというか怖さがないというか、そんな感じのエンジンに仕上がっていると思います。今7000回転ぐらい回ってますけど、これであってもこう全くライダーの意思に背いたような反応をしない。そしてさっき言った通りタイヤはもうべったり路面を捉えているという感じなので、これはねよくできてますね。やはりこうしてちょっと回してみても、先ほど言ったそのトルク変動はともかくとしてその振動の少なさは注目に値すると思います。またエンジンの振動がこれだけ少ないとリアタイヤの状況がこんなにもよくわかるんだなという感じもして、このあたりもこのエンジンの優れたポイントではないかと思います。
まあ、先ほど270度クランクは振動面では不利なところがあると言いましたが、このエンジンに関してはそういったネガな部分をほとんど払拭している、完全に払拭していると言ってもいいかもしれないです。はい、それではね、いつものポイントですが U ターンしてみたいと思います。ハンドルがめちゃくちゃ切れる上にエンジンが、先ほど言ったそのスロットルの開くか開かないかの領域がとてもよくできているので、 U ターンとかの小技もこれだけ大柄な車体でありながら決めやすいといった印象です。あとこのモデルもね、スズキのロー RPM アシストを搭載しているので、その部分は相当アシストされているんだと思いますが、このモデルに関してはスズキのロー RPM アシストが仮になかったとしても、ああいった小技はとても決めやすいのではないかなと思います。そしてまた峠道の上りなんですが、エンジンは本当にこう気持ちよく伸びていくといった感じで、これはなかなかスポーティーなエンジンでもあるなと思います。そしてこういった曲がりくねったところでスロットルを完全に閉じた状態から開け直していっても全くギクシャク感がない。そして冒頭でコメントした通り、このモデルは私は車体も相当優れていると思います。車体というのは前後の足回りを含めた話ですけれども、まずメインフレームあたりの印象に関して言うと、まあ、当然のことではありますが、このモデルのフレームというのはある程度しなやかさを重視した設定になっているのではないかと思います。フレームの構造としてはメインフレーム側はスチールフレーム、ちょっと太めのスチールフレームを採用していて、そしてシートレールはトレリス構造なんですが、メインフレームに対してボルトオンとなっている、まあ、そういった構造になっているわけですが、操りやすくもあり、そしてこのようにちょっと荒れた峠道を走っていてもものすごく安定感は高いと思います。そしてこのモデルで特に優れていると私が感じるのは前後の足回りです。まあ、こういったモデルなので当たり前といえば当たり前なのでしょうけども、スズキ車としてはかなりこう柔らかめというか、よく動く設定にしているのではないかと思います。もちろんこのモデルはダートやオフロード走行を視野に入れたモデルなので、こういったサスペンションになるということは必然なのかもしれませんが、それにしてもこのサスペンションはよく動いて乗り心地がいい上に、ロードホールディングも相当いいなと私は思います。ここもちょっと路面荒れてるんですけども、特にサスペンションが伸びる時ですかね、こうギャップを乗り越えてもこうスッスッと伸びてくれるんで、タイヤが路面から離れようとしていないというような、そういったフィーリングが伝わってきて、先ほどのエンジンと合わせて走行感覚としてはとても安心感が高い。そしてこのようなコーナリングも、これタイヤも優れてるんでしょうね。やっぱりこう少し深く倒していっても、先ほどの前後の足回り、車体のしっかり感などもあってか、全くスリップダウンしそうな気配がないというか、まあそういったね、恐怖感が相当薄いといった感じの車体、前後足回りになっていると思います。そういった素直な車体プラスロードホールディングに優れたタイヤ、前後サスペンションなので、ハンドルへの入力というのはほとんど必要を感じないと。あと車体への入力に関して言うと、これもこのモデルのあまり歌われてないと思いますが特徴の一つだと思います。そのニーグリップしているあたりのフィーリングがとてもいいというか、こうライダーのね、膝から太ももにかけてフィット感がいい。これによってこうライダーはかなり効率的に車体に入力ができるといった感じです。前後のブレーキはどうでしょうか。はい、フロントブレーキは確か片押しタイプの2ポットキャリパーを採用していたかと思いますが、
そうですね、まあ、このモデルは先ほども言った通りオフロードダート走行を視野に入れているモデルなので、あえてこういうチューニングにしているんだと思いますが、フロントブレーキのタッチとかその制動力の立ち上がりなどはそんなに敏感ではないような気がします。まあ、私もよく林道ツーリングしますが、そういうモデルにおいてはこういったブレーキの方が扱いやすいと感じることが多いので、私はこれで正解だと思います。ただ効かないわけではなくて、ちょっとやってみますが、もう少し強い力でブレーキをかければ、先ほどのタイヤと足回りの優れたところもあるので、制動力も必要にして十分といった印象です。フロントブレーキをかけていった時のフロントフォークも、これだけしなやかに乗り心地もいいフロントフォークだと、もっとこうノーズダイブが大きくなるのかなと思いきや、その部分はうまく抑え込まれていて、この点も非常に優れていると思います。うん、やっぱりこうタイヤのねグリップ感も優れているなという感じ、それゆえブレーキのフィーリングがいいんでしょうね。リアブレーキのフィーリングも構造は全く違いますが、その制動力の立ち上がりだとか、そのあたりのフィーリングはフロントとかなり共通点があるなと思います。あ、でもリアはさすがに実用的な制動力ありますね。リアだけでも十分に制動できます。そして今引きずっているんですけれども、引きずっている時のフィーリングもいいですね。こう弱くもなく強くもなく、これはちょっとね今日走れるかどうかわからないですが、このリアブレーキはダート走行の時もかなりの武器になるのではないかと思います。そしてこのモデルは先ほどコメントした通り乗り心地が本当にいいです。こういったモデルなので長旅に連れ出されることも想定しているんだと思いますが、シートの座り心地もいいし、ホールド感もいいし、あと今日は私は一般的なライディングパンツを着用していますが、シートのグリップ感も申し分なしといった感じ。これであればおそらくですけども、ロングツーリングにこのモデルを連れ出したとしても相当快適に旅ができるのではないかと思います。あとここはねオンロードなんで必要ないんですけど、今ちょっとねスタンディングしてみているんですが、私はこのモデルのタンク形状から言ってこうスタンディングした時はこう前にずれやすいような感じがあるのかなと思っていたんですが、今ちょっとやってみたところでは、スタンディングしてもこうがっつりこうタンクのあたりに太ももが引っかかるようなフィーリングもあり、これはスタンディング結構やりやすいんじゃないですかね。しかもこうぐっとね体を前に出してフロントタイヤに思い切り荷重をかけていくようなスタンディングも相当やりやすいと思います。それでは後方車なんであくまでも軽くですが、フラットダートを走ってみたいと思います。確かこのトラクションコントロールでこの G、 これ確かグラベルだったと思いますが、ただ単にトラクションコントロールの設定というだけではなく、点火時期を遅らせるとか資料に書いてあったんで、ちょっとこれを試してみたいと思います。で、まあ、一番元気がいい A でもいいか、このエンジン扱いやすいんで。 ABS は私はそんなに林道で邪魔だと思うタイプではないので、1そのままでいきたいと思います。タイヤはまあ、やはりオンオフタイヤなので、まあ、こういうフラットダートが限度かなという気もしますね。ただ峠道でコメントした通り車体と足回りが本当にこのバイクは優れているんで、多少ねタイヤが不安があったとしても、こういったフラットダート、こんな感じの林道ツーリングであれば全く不安感は感じないです。それどころかこの手のバイクに乗るときはいつもコメントしていますが、やっぱりフロント21インチホイールは偉大だと思います。まだそんなにね難所が出てきているわけではないんですが、このようにトロッと走っているだけでもフロントタイヤがものすごくこう地面に食い込むといいますかね、
そのあたりがフィーリングが全く違うと思いますし、やはりこのフロントタイヤ自体がもたらす安定性、そしてタイヤの径が大きいんでね、こういうギャップを乗り越えた時もやはり19インチましてや17インチなどとはもう全然違うなという感じです。このトラクションコントロールの G グラベルは上手い人向けだとは思いますが、こうしてトロッとね林道ツーリング程度で走る分にはさして変化は感じられないかなという感じですね。季節も良くなってきたんで、こういうバイクでね林道ツーリングなんて本当に最高だなと思います。あ、もう終わってしまいましたね。あれ、こっから舗装なのかな。で、まあここはねもう舗装されているんで、先ほどよりも随分こう走っていても安心感があるんですが、路面がまあダート張りに荒れていることは間違いないんで、そのフィーリングをコメントしておくと、やはりこの前後の足回り秀逸ですね。あ、ダート出てきましたね。よかったよかった。こういう場所を走っていても結構張りがあるタイプではあるんですけれども、ロードホールディングがまずいいと思います。峠道でそんなにこうブレーキをかけた時もすこすこ入るタイプではないよと言いましたけれども、その割にこういったダート走っていてもしっかりと地面を捉えてくれているという感触があって安心感が高いですね。今これ4速ですけども、エンジン粘りますね。4速でもこれぐらいのフラットダートぐらいだったら全く問題ない。あ、ちょっとガタガタ言いましたね。3速。ここは舗装されていますけれども。あ、エンジン粘りますね。峠道でコメントした通り、ちょっとこれガクガクしているような感じはあるんですけれども、でもこれおそらくエンジンの粘りで十分カバーされる範囲内という感じなんでしょうね。そしてこれ2速。そうですね、個人的にはちょっとトランスミッションのギア比が私の好みとはちょっと合わないかなという感じもしますが、こういったまあ林道、そして舗装林道、ダートみたいなところであれば、そんなにこう速度を出すんでなければ2速がいいかもしれないですね。これ結構今登ってるんですけども、これであれば全くクラッチレバーに手をかける必要もなく、そしてエンジンの方も十分に粘って、先ほどみたいにねこうガクガクすることなく走れるという感じなんで、うん、林道ツーリングであれば2速がいいかもしれないですね。で、峠道でコメントした通り、本当にこのタンク見た目とは裏腹にスタンディングがやりやすい。そしてここからまたダート、まあこのスタンダードの状態ではね、タイヤがタイヤなんであまり無理はできないというか、ほとんどこういうフラットダート専用のタイヤと考えていいと思います、オンロードを除けば。まあですがこういうバイクなんでね、タイヤを変える人も多いと思いますが、おそらくそれなりにオフに対応したタイヤを装着すればこのバイクは大化けするんじゃないのかなという気もします。あとこのモデルはクイックシフターがついているんですが、こういう林道においてもクイックシフターついているといちいちクラッチレバーに指をかける必要がないので、そういう点でも、まあ、近年ね多くのモデルが採用していますが、クイックシフター、このモデルはオンオフ両対応ですがついているというのは、こういう時にもね役立つなと実感があります。これぐらいのダートであればこの標準装着のタイヤでも十分です。はい、今も1速にシフトダウンしようかしまいか迷ったんですけども、2速のままで十分でしたね。今日シートバッグを装着してるんで腰を思いっきり引いたりはできないんですけれども、シートも着座位置、そしてライディングポジションというかライディングフォームの自由度もあって、なかなかいいなと思いました。